はい、おはようございます。空の桜井正宏です。今日は随分雰囲気が違うところでやっていますけれどね。今収録日は2020年5月の2日です。これは新型コロナウイルスの影響でですね、世界的に、外出禁止が叫ばれています。日本でも、全国的に緊急事態宣言などが出ていましてね、なかなか外に出られない状態ではあります。スマブラチームも、テレワークをしています。私も、自宅で監修とかをしているわけですね。でですね、今回例えばスマブラの新キャラクター、新ファイターを出すときに、必ず番組を作っていたわけですが、こんなことではスタジオに集まることができないなと。じゃあ今回は中止かな、それともムービーだけ出してなんとかするかなと思っていたところ、任天堂からですね、立派な撮影キットが自宅に送られてきまして、ああもう分かった、すべて理解したと。つまりここは私の自宅なんですね。自宅からお送りしています。まあ任天堂の公式放送で、自宅を晒した人ってもしかしたら初めてかもしれないですね。ゲームディレクターのお住まいという意味でもちょっと興味深いかもしれませんが、モニターが2つあるのはいつもゲームとテレビを見ていたりとか、お客さんが来た時に同じゲームを2つのモニターで出して同時に走らせて競ったりとか、そういうふうにして遊んでいます。まあ今回こういう事態になりましたので、ちょっと特別な放送ですが、頑張っていきます。よろしくお願いします。こんにちは。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター、空の桜井正宏です。空というのは私が契約するための会社で、現状スタッフたちがいるわけでも、募集しているわけでもありません。あしからず。スマブラダウンロードコンテンツ第7弾、マインクラフトのご紹介を行いたいと思います。これを収録しているのはお盆の頃です。日本はまだコロナウイルスの影響を強く受けており、外出自粛が叫ばれています。1日あたりの感染者数は緊急事態宣言が出された時よりも多いんですね。スマブラチームもテレワークで開発を続けている最中です。今回のこういった番組のため、スタジオに集まるのも困難です。そこで前回に引き続き私の自宅からお送りしたいと思います。またこうなってしまいましたね。ここにいるの私だけです。撮影スタッフも見て笑ってくれる人もいないという、寂しい。だけど今は感染の沈静化に協力すべき時ですね。また海外の方にとっては申し訳ないですが、字幕で表示されていることと思います。吹き替えもなかなか難しい状態でして、開発時になかなか困ったのは、私自身がテスト対戦をあまり行えないことですね。スマブラ開発中は毎日昼休みにスタッフと対戦をし、その様子を踏まえながらバランス調整をしていたわけですが、その対戦ができなくなってしまったと。最近になってやっと開発バージョンで秘匿性のある通信対戦をできるようになり、テストプレイできるようになってきましたが、まだまだ十分な状態ではないです。テレワークで開発が困難なこともあり、今回紹介するバージョンと製品版とではもしかしたら大きく異なる場合があるかもしれません。あらかじめご了承ください。では早速参りましょう。やはりダイヤモンドの剣は強力だから、ぜひとも欲しいわけですが、お得なことに、剣、斧、ツルハシ、シャベルのすべてを、同時に作ります。だからダイヤモンドの剣ができるときはツルハシもパワーアップするという。ツルハシは攻撃だけではなく、採掘などにも使えますから、どちらにしても非常に便利ですよね。だから、ぜひともパワーアップしていきたいところです。頑張ってダイヤを掘って、ダイヤの武器、ダイヤの道具を手に入れるというようなことが大事ですね。こんにちは。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井です。何々の使い方シリーズ、前回のセフィロスまで、しっかりご覧になられている方はこの周りを見ておやと思われるかもしれませんが、今回私の家での一人収録に戻っています。前回はスタジオだったんですけどね。新型コロナウイルスの影響で、収録時現在日本には緊急事態宣言が出ています。
日本での1日あたりの新規感染者数はおよそ6000人。これが多いと思うのか少ないと思うのかは、お住まいの地域や国によって異なる影響を受けるかもしれません。しかし少なくとも日本では感染拡大、医療逼迫などが叫ばれている現在です。スタジオに人が集められなくなったため、一人収録に戻ったということです。またスタッフいません。笑いを返してくれる人もいないという。仕事は普段から完全テレワークですが、ますます人との接触がなくなりましたね。ともあれ、頑張っていきたいと思います。一人で。では、まず最初に、ゼノブレイド2とは？それと今回、手前にフィギュアがありますね。これ、もちろんアミーボじゃなくてですね、市販のものですけれども、非常によくできていますよね。私は参戦ファイターが決まると、こういった立体物を買い求め、モデル班に渡して制作の参考にしてもらったりします。立体物は必ずしもゲーム設定通りに作られているわけではないのですが、何らかのヒントになることもあります。足の裏とか。オフィスの私の席には多くのフィギュアを置いているところがあります。未発表のファイターのフィギュアは念のために鍵付きの棚に隠していたりもしましたが、何より今はもうオフィスには買えない状況ですね。けれど頑張っていきたいと思います。そしていよいよスマブラスペシャルのダウンロードコンテンツもあと2体です。こういう何々の使い方を放送する機会もあと2回しかないです。次回をお楽しみに。次こそは、スタジオの撮影ができるようになってるといいですね。こんにちは、大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正宏です。いよいよスマブラスペシャル最後のファイター発表になりました。まあ言っても一つ一つは単なるダウンロードコンテンツですからね、予算がないんですという理由でディレクター自身がプレゼンになった私のご紹介番組もこれが最後です。寂しいことですね。というわけでいよいよお開きです。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの最後の放送が終わりました。本当に終わるんだな仕事を重ねていればいつかは達成できるということでしょうね。私のツイッターで今日の1枚と称してスクリーンショットを上げていますが、冷静に見るとたった1本のゲームソフトから取られているとは思えない振り幅ですよね。それだけいろいろ作ってきたということではあります。今までの大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの実績などを軽くまとめてみました。ご覧ください。改めて見ると凄まじい数、ゲームのコラボレーション作品としては未曾有の領域だと思うのですが、それぞれのキャラクターには一つ一つに開発者や関係者、原作ゲームの世界ファンなどがいるわけです。それを一手にお預かりし制作をするというこの仕事は他では味わえない稀有で重大な仕事だったと思います。スタッフはもちろん広報などを含む関係者、原作に携わった方々、支持してくださった方々、楽しんでくれた方々も全て含めお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。最後に、空参戦ムービーの完全版、ゲームパートなどが加わったものをご紹介してお別れにしたいと思います。皆様今までどうもありがとうございました。